こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。動画投稿の間隔が空いてしまいましたが、いろいろありまして、しばらくは広告なしで動画をアップしていきたいと思っています。せっかく作ってきたチャンネルなので、月1回くらいは動画をアップしていきたいなと思っていますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。今日はこちらのレンズ、リコーのリケノン P ズーム 35-70mm を見ていきます。ハードオフジャンク品、330円で買ってきたレンズです。明るさ F3.4 から4.5 ということで、なかなか頑張ったスペックなんじゃないでしょうか。発売がいつなのか調べてみたんですが、リコーの XRP という一眼レフカメラが1984年7月に発売されていて、このレンズも P ズームということなので、多分一緒に発売されたレンズなんじゃないかなと思っています。1984年頃のレンズだと思われます。翌年の1985年からですね、オートフォーカスの波がカメラ業界に来ますので、このレンズはマニュアルフォーカスの最終世代と言っていいんじゃないでしょうか。ちなみにリコーの XRP はリコーで最初にプログラム AE を搭載した一眼レフカメラだったようです。プログラム AE を使うには、この絞りリングを P の位置にこう合わせてあげて、一眼レフカメラに合わせて、この絞りレバーを使って AE 操作をカメラボディから行っていたレンズになります。で、リコーのリケノンレンズといえばこちら XR リケノン 50mmF2、 こちら有名で、私自身も使ってみてすごくいいレンズだったんですが、リコーのレンズジャンクでなかなか見かけませんが、当たりが多い印象があります。ズームレンズはどんな感じなのか使ってみるのが楽しみです。外装を見てみると、横から見てみるとプラスチックな感じがして、いかにも1980年代のレンズだなという感じがします。ただ正面から見てみると、このフォントなんかもかっこよくて、高級感を感じる見た目になっています。今回撮影はフルサイズでソニーの α7II、 マイクロフォーサーズでパナソニックのルミックス GX1 の2台で楽しんできました。リケノンレンズマウントはペンタックス K マウントとなりますので、まず K を EOS に変換するアダプターをつけて、それをミラーレスに変換するアダプター、2段重ねで撮影を楽しんできました。程度はなかなかいいレンズに見えます。カビやホコリのようなものは全く見当たらないように見えます。前から見ても後ろから見ても綺麗なレンズです。フルサイズミラーレスソニー α7II にレンズを装着しました。すごくかっこいいです。ズーム操作をしてみます。ワイドタンの 35mm からテレタンの 70mm、 こんな動きになります。ピントリングを回してみると、こういう動きになります。シャッターを切ってみます。半押しして押します。半押ししてもフォーカスはしてくれないので、フォーカスは目で見て合わせる必要があります。明るさはカメラボディが自動で判定してくれますので、私はこの A モードを使って撮影を楽しんできました。まずはフルサイズの作例で、巡航の電車です。ワイドタン 35mm、 絞り解放 F3.4 で撮影しています。非常に素晴らしい写りですよね。これ最初に撮影した1枚だったんですが、これだけこの写真だけ見ていいレンズだと分かりました。電車はくっきりコントラストが高くて、四隅はしっとりと光量落ちしています。ただし追いかけて後ろから逆光方向で撮影したところ、ゴーストは出てきます。この辺りは80年代のレンズだなと感じるポイントです。ただ右上のゴーストを見てみると、可愛らしい感じのゴーストで悪くないです。上り渋谷方向行きの電車がやってきました。ゴーストはやや鬱陶しいですね。ただ電車の写りは非常に素晴らしいです。上り電車が通過した後、後ろからいいですね。リケノンレンズはこれだからたまりません。続けてテレタン 70mm までズームして開放の F4.5 です。テレタンもいいですね。リケノンレンズ最高です。東急の 6000系 電車、だいぶ塗装がすり減っている車両です。通過した後に後ろから、テレタンは光を避けてくれてゴーストが入りませんでした。次にワイドタンで F8 まで絞ってみました。絞ってもいい感じです。巡航の写真は惚れ惚れするほど美しいです。
単焦点レンズ並みに見えます。ただ逆光方向に向けてあげると F8 まで絞ってもゴーストが出てきます。ゴーストは付き合っていくしかなさそうです。テレタン 70mm で F8 まで絞りました。素晴らしいですね。このレンズ相当いいレンズなんじゃないでしょうか。これで330円で買えたのでいい時代になったものです。順光方向です。11月なのにあったかくて天気が良かったので絶好の撮影日和でした。東急田園都市線で数が少なくなってきた東京メトロ8000系電車、今はこの電車がやってくると嬉しいです。左下に光の反射が入ってますね。テレタンでも光を避けてあげないと写りに影響が出るレンズではあります。ほぼ100発100中満足する写りになってくれるレンズでした。リケノンのズームレンズ、圧倒的なおすすめです。東急田園都市線の車両基地に行って止まっている電車を撮影しました。こんなにいいレンズと出会えて幸せです。検車用車両のトークアイが止まっていました。続けてマイクロフォーサーズで撮影した作例です。カメラボディはパナソニックのルミックス GX1 1600万画素です。テレタンの 70mm 焦点距離2倍の 140mm 相当の作例です。マイクロフォーサーズとの組み合わせも良かったですね。順光方向です。なんだか浮き出てくるような感じが大好きです。アスペクト比16対9で撮影しています。柿と電車を一緒に写しました。私が住んでいるエリアでは柿がたくさん実っています。下から見上げる感じで撮影しました。ワイドターン 35mm で 70mm 相当の作例です。マイクロフォーサーズとの組み合わせはやはり2倍の焦点距離を生かした望遠撮影がいい感じでした。アスペクト比4対3で縦撮影です。さらに望遠を狙ってルミックスお得意の EX テレコン機能を使いました。焦点距離がさらに2倍合計 280mm 相当です。画素数が300万画素くらいまで落ちています。リケノンレンズでもさすがに300万画素になると画像が荒いです。マイクロフォーサーズでスナップ撮影です。東急田園都市線の車両基地にかかる橋、工事中で囲いがつけられていました。なんかいい感じですよね。こんな感じでややゴーストには悩まされるレンズではあります。あとはですね、にじみもそれなりに出てくるレンズです。こんな感じで撮影すると木の枝がだいぶ紫色ににじんでしまいます。絞りは開放で撮影しています。少し向きを変えて撮影してみてもやっぱり紫にじみが出てしまっていて、なかなかにじみを避けるのが難しい印象ではありました。マイクロフォーサーズとの組み合わせでカモを撮影。小鳥は難しいんですけど、カモくらいの大きさであればなんとか望遠撮影楽しむことができます。カモが飛び立つシーンを撮影できました。テレタン 70mm で倍の 140mm 相当の撮影になります。これは EX テレコンで合計 280mm 相当300万画素の撮影になります。この写真はなかなかくっきり写ったんじゃないかなと思います。次にマクロ機能を見ていきましょう。カメラボディはフルサイズの α7-2、 テレタン 70mm 最短距離まで寄って撮影しています。すごく大きいとは言えないんですが、楽しめる大きさのマクロ撮影ができます。やはり光の反射とかゴーストが出てくるんですが、マクロ撮影では逆にアクセントになって良かったりもします。思いっきり太陽に向けて撮影するとこんな感じです。ただ反射に負けず、葉っぱ自体はくっきりはっきり写ってくれます。光を避けて絞り解放、タモボケを狙って撮影しました。なかなか綺麗なタモボケを出してくれています。言葉で表現するのが難しいんですが、上品なタモボケに見えます。これなんかすごくいいタモボケ出してくれてますよね。近所の何気ない植木の木が楽しく撮影できます。これなんかタモボケを撮りたいだけで何を撮影しているのかよくわからない作例になっていますが、まあ、とにかくマクロ撮影が楽しいレンズでした。マイクロフォーサーズでもマクロ撮影してみました。
イチョウの葉っぱを撮影しています。レンズの中心を使って撮影してくれるので、タオボケが周辺部分まで均等なまん丸になってくれています。すごくいい感じです。動画の作例です。カメラボディはマイクロフォーサーズパナソニックルミックス GX1 です。フル HD30fps で撮影しています。左には JR 横浜線の上り横浜方向、下り八王子方向が通過していきます。右からは東急田園都市線の下り中央林間方向行きが出発していきます。そして上りの渋谷方向行きもやってきました。この場所電車が次々やってきて楽しいです。リケノンレンズすごく良かったですね。良かった点はくっきりはっきり映るレンズであること、そしてマクロ撮影でタオボケ撮影が楽しかったことでした。ゴーストやフレアが出る80年代のレンズではあるんですけど、素晴らしいレンズと出会えたんじゃないでしょうか。ということでリケノン P ズームレンズ使ってみました。このレンズは当たりでしたね。さすがはリコーレンズ。またリケノンレンズ探して使ってみたいです。今度は望遠鏡のズームレンズとかあったらいいなと思いますので探してみます。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクレンズのレビュー動画を作っていきます。また見に来てください。それではさようなら。